さあ、私、場所を移動いたしました。皆様、大変多くの方にお集まりいただきました。誠にありがとうございます。BSS にとっては、大変な快挙でございます。これを皆様に知っていただきたい。そんな思いで、今日は、この方にお越しいただいております。第59回、ギャラクシー賞、ラジオ DJ パーソナリティ賞を受賞されました。森谷香菜さんの、報告会見をこれより行います。ご本人の登場です。拍手でお迎えください。フラッシュの閃光が眩しくても、森谷香菜さんです。おめでとうございます、はい、皆様この度は本当にありがとうございます。サインの吐き出しをこと森谷香菜でございます。ありがとうございます。思えば7年前、 BSS ラジオ吐き出さないとスタート。それからたくさんのことを吐き出されてまいりました、はい、吐き出しが実って、はい、いよいよ今日この日、そうですね、迎えることができました。本当におめでとうございます、はい、大変嬉しく思います、はい、それもこれもリスナーさんのおかげだと思っております、はい、本当にもう聞き続けてくださってありがとうございました。もう時には変なトークもしてしまいましたけれども、それでもいいと何度も言ってくださった皆さんのおかげでここまでやってこれました。ありがとうございます。いや本当におめでとうございます、はい、実は今ラジオで、皆様にお届けできないんですけれども、この会見場内はお花のいい香りに包まれております。ありがとうございます。スタジオあるかですね、はい、ここはね、まるでもってね、懐かしいですね、すごいです。そんな雰囲気がありますよね。これはファンの皆さんはなんとかですか、はい、どうですか、そうなんですよ、はい、リスナーさん、ちょっとラジオネームが書いてないんですけど、一人一人、はい、サインの方とか、県外の方とか、いろいろ普段支持いただいている方々から本当にたくさんいただきました。ありがとうございます。すごいです。まあ今本当の皆様に、はい、その直接の声でお届けするのは多分初めてかと思います。そうですね、注目だと思いますので、はい、改めましてこの認められたその内容というのはどういった部分なのか、ご自身の口で大いに自慢してください。どうぞ。非常に言いにくい振りをありがとうございます。いやでもこの番組はですね、 SNS でつながる新感覚ラジオというふうに始めさせていただきまして、はい、BSS で初めてツイッターと連動した番組だったので、まずそこが評価いただいたポイントなんじゃないかなというふうに思ったりもしています。ツイッターを作ることによってすごく皆さんとリアルタイムの会話が楽しめる番組なので、メール、ファックス、お便りとかよりももっともっと生の会話っていうのを楽しんでいただけてるんじゃないかなと思ってます。そうですよね、はい、全国の多くの喋り手がMC がこの賞を目指してやっていても取れない賞なんです。それをごくごく限られたラジオスタッフで本当に素晴らしい番組に昇華させてくれたのが森谷香菜アナウンサーでございます。私司会の山根慎です。大変申し遅れました。名乗ってなかったのでごめんなさい。びっくりしました。急な山根さんでびっくりしました。スピード感あふれるオープニングトーク、そのオープニングトークでリスナーの耳をぐっと引き寄せる、離さない。ありがとうございます。2時間が本当に毎週毎週あっという間ですもんね。そう言っていただけるのが一番嬉しいです。ただ届くその SNS とご本人もありましたけれども、届く数も半端ねえっすよね。そうなんです、マジ半端なくって読みきれないほどなんですけど、実はここだけの話、スタートした初回はメール10通も来なかったんですよ、はい、メール10通も来なかったのが、今は全国のツイッターから、はい、そしてリアルで見ている方、動画も配信されている中でリアルタイムも、ね、配信されている中 で、ね、たくさん届きますもんね、はい、すごい。いやもう口コミだけで広げていただいた感じがします。リスナーさんがまたその次のリスナーさんを呼んでくれてっていうような、うん、もう本当連鎖です。そうですよね、はい、ありがたいです。今日はたくさんの記者の方もお越しです。記者の方、はい、顔なじみの方ばかりです。ああ右から月刊気になる森谷、左は、まるっと森谷。週刊誌、月刊誌、期刊誌、さまざまな皆様がお集まりだということでございますね、はい、初耳の雑誌ばかりですね。このギャラクシー賞、ラジオ DJ パーソナリティ賞といいますと、はい、近いところで言いますと爆笑問題のお二人も受賞されています。はい、本当に光栄ですね。言ってみれたらラジオの業界でいうとモンスターだらけです、受賞されたのは。いやそうなんです、
ラジオパーソナリティのレジェンドたちが受賞していて、うん、はい、もう本当にいいのかなって思うぐらいの大きな賞なんですけど、でも逆にこの賞をいただけたので山陰地方にも焦点が当てられたっていうふうに前向きに捉えているので、これからまた山陰をどんどんアピールできるチャンスなんじゃないかなって思ってます。嬉しいですよね。そんなに人口が少ないエリアですけども、全国で聞いていただける時代なので、うん、吐き出さないとはどん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 こう広げていけるチャンスじゃないかなと思ってます。これからも、うん、そうですね、はい、ラジコで、でツイッターで、そうですね、恵まれましたこの時代に、ね、はい、本当に見ている方たくさんいます。そうなんです、ラジコがなかったらここまで大きくなってません。本当にそうだと思います。いや、そういう意味では完全にそういったものを味方につけて、いや、そうですね、もう使えるものは全部使ったっていう感じがしますけど ね。いや、これね、本当に素晴らしいことでして、まあ、次なるじゃあ目標が夢が何なのかっていうことになってしまうんですよ、はい、成果を上げましたので、はい、ありますか。いや、もう本当にここを私は目標にしていたので、うん、もうどうしようかなっていう気持ちではあるんですけども、はい、でもリスタートが切れるっていうことで、うん、また気持ちを新たに、これで山陰に興味を持っていただいて、で今はコロナ禍ですけど、ここからまたラジオきっかけで山陰に遊びに来てくれる人が増えたらいいなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、森谷モーデがたくさんいるという。え、何ですか？森谷モーデ、森谷モーデ、はい、聞いたことがない。森谷氏が訪れた場所をモーデル別日にモーデルという人がかなり、ああもう写真の方がすごい閃光が眩しくて、眩しくてもそんなに眩しくないですよね。そうですか、はい、なお今回、報を受けられたのが先週のことでしたよね、はい、ですから初めての土日、ね、いろんな方から喜びの声、お祝いのメッセージが届いたんじゃないかと思いますけど、どうです、その土日、はい、金土日の過ごし方としては。SBS ラジオで、はい、パーソナリティをされている木戸理恵さん、はいはい、吐き出さないとでも何度もコラボさせていただいた木戸ちゃんからお声をいただいてですね、インスタライブをさせていただきました。はい、先輩なので、うん、ギャラクシー賞受賞した、うん、もう本当に先輩で憧れていたので、かなちゃんおめでとう、そして受賞式があるけど衣装はどうするというふうに言われました。私からの提案なんだけど、しじみのビキニはどうかなと言ってもらいました。なるほど、はい、検討中です。なるほど、ホタテでではない、はい、しじみですね、まあ、大和しじみなので。なるほど、だいぶ大きいと思うんですけども。黒いですね。はい、そうですね、はい、そこで何をどう隠すかですよね、はい、ちゃんと隠れるかどうかというところも心配していますが、はい、頑張っていこうと思います。我々は期待しておりますはい、答えられるか分かりませんそうですね、そんな、森谷香奈さんが、はい、実は贈賞式に向かわれるのは6月1日ということなんですね。はい、そうです。これ全国の皆さんも生配信されて見ることができますので、はい、ぜひ皆さんで刮目していただきたいと思いますし、はい、さっき話に出ましたキトちゃんが、はい、司会なんですよ。ですよね。そうなんです。なのでそこも共演できるのが夢のようで嬉しいですし、あと私も個人賞ではあるんですけど、皆さんと一緒に取りに行った賞だと思ってるので、うん、一緒に受賞式に遊びに来る感覚で見てください。ツイッターの書き込みなどを見てみますと、この日本一の MC が担当している日本一のラジオを聞き続けられるリスナーの誇りだねと、これは本当のリアルの声だなというふうに思います。いや、そう言ってもらえると本当に嬉しいですね。日本一になったことがない私が言うんですから間違いありませんそれはどうやって返せばいいですか6月1日が贈賞式ということで、ここでまた全国のマスコミ、はい、マスメディアも注目すると思います、はい、テレビの部門ではこれ草薙剛さんが受賞された そ, う、ね、そしてラジオの部門では森谷剛、森谷剛ちょっとミックスします森谷剛さんって誰ですか私もわかりません。森谷香奈アナウンサーが受賞したということでございますので、これ注目でございます。はい、ツーショットが撮れたら森谷剛ですねそうなりますね。狙っていこうと思います。わかりました。そして今夜の吐き出さないとが、その受賞後初の吐き出さないとということで、はい、みんなが注目していると思います、はい、夜8時からです、はい、だいぶラジオ関係者が聞いてるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、うん、でもいつも通り変わらずに吐き出していこうと思っています、うん、そうですね。やっぱ連休なのにこの人の多さですよ。全然落ち着かないので、そういったところも吐き出していこうかなと思っています。
みんな休めばいいのにな。はい、心の底からそう思っています。わかりました。なお、この報告会見の模様は一応テレビカメラも入っておりまして、はい、まあ、カメラ、まあ、動画も撮影させてもらって、どこかの形でこう皆さんにお披露目できるかと思いますので、はい、ありがたいです。ありがとうございました。はい、今夜の吐き出さないとのテーマはやばいですアナウンサーの先輩方から、はい、やばいは使うなと散々指導を受けてきましたが、吐き出さないとなので、うん、等身大の私で行こうと思った結果、やばいというテーマに先週の私が決めました。日本でやばいが今使いこなせるナンバーワンアナウンサーだと思います、はい、言っても全然おかしくないと思います。全くおかしくないと思います。ありがとうございます。人や、ね、一夜にしてこう世界が変わったなっていう実感ありますでしょ。はい、本当に見える景色が変わってマジヤバいですそんな今夜のヤバいにも注目していただきたいと思います、はい、見事第59回ギャラクシー賞ラジオ DJ パーソナリティ賞を受賞されました日本一の MC 森谷香奈アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜もよろしくお願いします。